食ったな。さすがに新選組の隊長になるだけある。いや。まあ、これから。分かった。
いや、竹、それにあいつは、ちょっと待て、知らなかったのか。最近江戸から土佐へ帰ってきた大殿の命令。それはまず大殿の山内、幕府の権力争いだが、先の藩殿様にしとくにはもったいないほどの切れ者だ。ここまではいいな。ああ。その陽動公が江戸にいる。だがその東洋様が暗殺。その大殿が。さあな。だが陽動公から見て愉快じゃねえのは確かだろう。1年前そいつは陽動公の手方しだ。だが俺、竹地は。ああ。幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人、覆面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。数少ない協力者を得た龍馬。しかし土佐藩の大殿山内陽道が土佐に戻ったことを知る。そして時を同じくして、竹地半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも、龍馬は再び覆面の男を追い始める。あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん。さあお龍ちゃん。これは裾を直してくれたのか。気にせんといて、ちゃんとお代はいただくさかいな。おかみさん。せやね、斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。さあそろそろ出なあきまへんな、三番隊隊長さん。ああ行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。
そうだった。Thank you.
食ったな。
ちは。ちょっと見て。いらっしゃいませ。おおきに。どうも。そう、おおきに。お出かけですか。いらっしゃいませ。いい味だ。毎度大きい。どうも大きい。よう見てってくださいね。見ていかんと損やで。ほんまに新選組の人になってもうた感じするな。